あ、でも結構、はい、結構見ましたね、ある程度。これハンターどこでしたっけ、ハンターどこでしたっけ、わかんないです。やばいやばい、俺、ま、マジでこれ見てないんですよ、いつも。やばいやばいやばい、僕もなんか 見ないこと多いんですよ。そうですよね、で俺毎回その一緒に行く相方が教えてくれるって言ったんですよ。あ、そうなんですか。今回ごめんなさいね、相方ポンコツなんで。やばいっすね、やばいっすよ。誰がポンコツですか。自分で言ってん、自分でやってる。ありがとうございます、ありがとうございます。すいません、いや、いいね、これで小屋みたいですね。小屋で誰かが追われてるみたいな。ああ、オッケー。ワンちゃんか。ワンちゃんですね。マジシャン。マジシャンチェイスです。作曲家いらないって言っても作曲家へのヘイトがすごい。ああ、確かに名前がね。名前が。でも今作曲結構流行ってるんですからね。そうなんですか。そうですね、上でも。そうそうそう。距離値が強いから。作曲家単体というよりかは。何かと、合わせて。義士と合わせみたいな。ああ、義士と合わせると確かに、義士ちゃん追われるから、早いですもんね。うわ、最悪これ。これ、私を助けなくていい、ね、言っても、うんうん。でも小舟がでかくて回れるんで、そこはいいのかな。ああ、いいね。思いますね。言葉の使い回しが面白いです。僕ですか。でかくてなんて言ってる人。これでかいんで。いやーこれどうします。いやーもう捨てしかないじゃないですか。僕使ってないですけど、そこまでいったら。いけるんだったらまあ9いっていいですけど。怖くないですか。怖いですね。うん、いやーこれ無理かな。このボールを半分以上使って椅子前まで行かなきゃいけない。瞬間来て即死したんですよ、すみません。あ、もうそれは仕方ないんで大丈夫です。で、影ちゃんです。将軍さんの方行ったかもです。鬼没か。あ、特質変えた。小屋と小舟と真ん中ですね。もう、あの、小舟散っちゃう。当たるんか。僕が上がるぐらいまで、稼いでください。小屋と小舟。え、地下ってどっちでしたっけ？あー、わからないですね。ちょっと見てなくて。いやでもここで、でもカウボさんが地下室こっち言ってないんで、もしかしたら船かもです。あ、大丈夫でした。あ、大丈夫でした。うん、しかもワンちゃん、タゲチェンです。タゲチェンしましたね。タゲチェン、そしたら、あれですね。小屋のカウボーイですね。うん、真ん中、結構進んでるんですよね。あ、そうなんですね。もう船回しちゃいます。あ、オッケーです、オッケーです。うん。カーボ入れてくれてたみたいな。あ、そうだったですね。見てなかったです。あ、カオボさん言ってないんで、一応前に言ったのに。ね、逆のこと言ってました。え、誰折れてんの？オッケー。これカウボーイですね。カウボが小屋奥らへん。あ、でもこれ上がりますね。全然。俺も上がりますよ。7割ぐらい小屋回ってたんで。うん。これは僕が引き継げれば、多分上がるかな。どこだ？じゃあ上げちゃいます。そこか。あ、あ、OK です、OK です。もうすぐ寸止めできます。え、どこ真ん中っすか？いや、小屋ですね。小屋寸止め。あ、じゃあ上げたな。小屋寸止めできてます。あ、ごめんなさい。戻れます。将軍さん行けます？こっち、あれですね。で、ゲート前してくれた。はーい。もうちょっと。どれぐらいかかりそうですか？もうちょいかかります？ OK。ナイス。
はーい、報われてまーす。瞬間来たか。いや、瞬間どうですかね。瞬間するかな。瞬間来たら俺汗握るんで、これはこっそり。将軍さん助けてー。行ってまーす、そっち。なんか入れられません。なんもね、たまないんですよ。ただ大丈夫です。本体ブロック入れる。お、空振った。いけるかも。将軍さん、助けてー。ナイス。で、カウブも来てるから、ドーン。ナイスすぎ。ナイス。この価値でか。でかー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ですね。ふわふわ知ってるからかな。ですかね。でも後輩と仲良かったんですよ、僕ずっと。あ、高校の時とか。後輩、あ、待って、ダルちゃん、ダルちゃん、はい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 、あー、ダメ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 、なんか来てる、なんか来てる、うんうんうん、なんだあれ、よーし、はい、どこ、ワンちゃん、カメ、よし、噛んでる、なんだ、あ、噛みました、クモ。オッケー、おー早っ。いや、足早っ、この子。いや、大丈夫、でも破壊行こう、破壊行こう。あ、ワープ、ワープ、ワープがある、オッケー、ワープ入ろうか。ワープ入って、ワープ入って、で、ハッカチェイス、ハッカチェイス。で、もう溜まってるんで気をつけて。はーい、ケボツ、頑張ります。なんか、あ、ダメだ、今見てる時間ない、見てる時間ないよ。祭司がまた墓の窓枠の方に、墓の窓枠、窓枠を出て、中央の方に向かう。行け、ワンちゃん、カメ、よし、噛んだ噛んだ噛んだ、よしよし、雲板張ってるけど遅いよ、足、よし、ナイス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 。で、祭司のいる方向に、まだ、お、よした、オッケーオッケー。で、室外拳が溜まるから、室外拳、あ、虫、虫、虫、おお、ここ全員、よし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 、いいよいいよ。お、鬼没、祭司に開きました。あ、祭司に開きました。オッケー、じゃあそのまま学校前回しちゃおうかな。解読の手紙、何がいいかな。じゃあ祭司か、祭司に、はい、足早上げる、よーし、初めてポストマンで持った、ポスター、まさに、よい、いったか。ナイスでした。やったー、嬉しい、成長した、あんなにもポンコツポストマンが。誰がポンコツですか、ダルちゃん。ポンコツって言わないでくださいよ。あ、でもまあまあ成長しましたよね。はい、成長しました。ちょっと待って、そんなこと言ってる間に俺の方に、はい。やばい、僕のせいかも、これ僕のせいかもしれない。あ、そこ行った、倒れてますよ。あ、どっか行きました。僕かな、僕だ、雲糸だらけなんだけど、あ、いた、そこ行った、壊したか。じゃあこっち行こう。はいはいはい、ちょっとじゃあみちこの方行きますね。少しだけ怖いけど、この雲糸は全部、俺の、あ、そっちだ、三原則食らった、痛い痛い痛い、やめて、あそこは回ってない。あ、じゃあダルちゃんに何か送ろうかな。うん、俺行くから、何にしようかな。カイル君の手紙を、4、虫ちゃんに送りました。あ、よかった。あ、でも虫ちゃんちょうどあげちゃった、大丈夫か。あ、ちょうどあげちゃった。ここが回ってる、そこ回ってます。ここ7割なんで結構早いかもですね。あ、じゃあもうこことそこで終わりです。なるほど、じゃあそこだけ離れてもらえれば、うん、ここに上げてもらって、うん、そっちにして、あ、OK です。あ、なんで、うん、あ、さ、あれか、呼んで、あ、すんの目ですよ、うん、いつでもいいですよ。ポストマン回復早いですね。
あ、はい、ドーン、わあ、みっ、ね、ここ倒しといて、ここも倒しといて、あ、あ、じゃあハッチの手紙か。うん、ミチコがハッチ。誰にでもいいからハッチの手紙をとりあえず選択して送る。あ、送れてないよ。あ、送れちゃう。はい、はい、誰かに送れました。おいで、こっち飛んでいきます。お、じゃあ大丈夫かな。あ、だあ、いらないけ。オッケー、めちゃくちゃうまかった。よし、勝ったよし、これ嬉しいですね。やったやったやった。動画を見ていただきありがとうございます。これからも動画投稿やライブ配信をやっていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。バイバーイ。